回の企画は秋の那須塩原を満喫、 DB 芸人ドライブ旅。ナッパさんが運転のドライブトークからスタートです。しょいよーということで皆さんお疲れ様でしたね。あ、どうも。あ、ここからドライ、運転はチェンジだ。ナッパさんがナッパ、おいおい、しかもセカンドギアになってるだろ。ちょっとおかしいぞこれ。ドライブ、え、セカンドギアだろこれは。セカンドギア、ギアセカンドだ。あ、ギアセカンドか。これ車わかんねえ。これパワーが出んだろうが。一個上だ。一個上。ちょっとわかんねえこれ。あ、これか。大丈夫、教習所じゃねえんだから。俺が運転してた車と違うからちょっとわかんない。違うだろそれ。いや安心してくれ、もう次は大丈夫だ。本当に。さあ、ここから行きましょう。ここからくだらん。おいおい、ベジータ大丈夫か。おいおら、怖いんだけど。覚悟しておけ。助手席でね、野沢さん。助手席ベジータの方が良かったんじゃねえのか。でも安心感が違う。そう、でもナッパさんもね、こうやって久々、もうロケ自体久しぶりですからね。そうだな。うん。まあ、だってロケ自体が久しぶりだろ。そうなんです。本当、いや、でもこれがもうマロニって感じしましたからね。やっぱさっき滝とかも見てて思いましたけど。まあなあ。うん。だあれはもう栃木ナンバーワンの滝なんだろう。ナンバーワンの。だとしたらもう滝に行く必要はないから。まあ、ナンバーワン。ナンバーワン見てしまったからな。うん、あれでも一回別の滝ですごいところも見ましたよね、うちらね。あれは茨城だ。あれ茨城か。茨城か。だからまあそうだな。うん、確かにもうこれだから一番すげえの見ちまったら。一応ね、栃木のね。他はな。そうだ、夏塩原のもう見る必要はない。まあでもほら、滝の下で催眠術とかもあるんじゃないか。別の番組だよそれ。ちょっといろいろ混ざってるな。100円の原付で、うん、ここまで来てもうやってねえわそれ。もう日テレよりになっちゃいますから。ちょ、ナッパさんって昔髪の毛ありましたよね。髪の毛あったな。いつからハゲちゃったんですか。確かに。俺が幼少期は髪あったから、ね、そうそう、あの時、ね、中心部分にベジータも 前髪あって、うん、あったんだけど、ベジータもちょっとハゲたから。いや俺はハゲてない。いやいや、ハゲたろ。俺は前髪を落としただけだ。いや、あれちげえだろ。落としたんだ俺は。そうなんか。ああ、幼少期によっては、あ、M 字の時もあるから。そうかそうか、 M 字の幼少期もあったな。俺はいいんだ。ナッパの謎を今解明してるんだ。ナッパはなんでよ。こいつは急に、あの、ある日来たら急にもうスキンヘッドになってるからな。そうだな。ああ、なんか薄くなってきたなと思ってたら急にある日、何事もなかったのにこの髪型に来やがったから。結構あの、俺様昔ボクシングやってたんだが、ボクシングそんな描写ありましたっけ。ボクシングの教えてもらってたトレーナーが突然俺様のことをピッカリと言い出して、まあまあまあ、あの、まあまあまあ、ピッカリと言い出して、まあまあまあ、ナッパだけど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 、ナッパリ、ナッパリじゃない。まあまあ、地球ではまあピッカリと呼ばれてて、なんでかって、あの、剃ってないんだけどハゲてたから。どうハゲてたんだ。もう結構どう、もう前がないな、前がない、離すな、ハンドルハンドル、両手離すな。誰ぐらいの感じだ、その有名人でいうと。トレンディエンジェルさん。結構だな。結構だね。どっちだどっちだ。斉藤って、まあ、確かにな。まあ、斉藤さんの方かな。斉藤さんみたいな感じです、ね。そこそこだな。うん、その時いくつぐらいですか。もう25の時だな、もうそれあだ名つけられたの。でも結構、うん、高校の時から。なんか薄いなっつって、あの髪の毛抜かれたりとかして、やめろよって言って。いやいや、ちょっと大丈夫か。髪の毛抜かれてたりしたの。だから軽くね、軽く、うん、さあ、いや抜けたっつって。軽く抜くか髪の毛。高校生が。結構やばかったんだよ。おう、うん、それでちょっと俺様、あの、二十歳の時に、うん、あの、今日から俺はっていう漫画に憧れて、あの、金髪にしたことがある。金髪時代あったんだ。そう。スーパーサイヤーナッパだ。スーパーサイヤーサイヤーナッパになったことがあって。お、え、ややハゲなのに金髪にしたのか。そう。あ、いや、まあそうだな、うん。それでちょっと進行しちゃって。鬼ヶ島野田みたいになってるの。なるほどな。鬼ヶ島野田だ。野田さんね。有名人で言うとな。ちょっとそれで最後の髪の毛の遊びが、うん、ちょっとたたって、うん、ちょっと早まっちゃったな。ちょっと。それが一気に交代しちゃったわけですね。そう、それでまだまだ遊ぶぜっつって、まだまだ遊べなかったんだ。遊べなかった、毛先で。それでまあどうせならもう親がハゲてたから、あの、ハゲたらスキンヘッドにしようと思ってたから、うん、それでスキンヘッドになったんだ。それが何歳だ。
それもう25だな。25でもう。あ、もう25からスキン結構怖がられたじゃないですか。結構怖がられた。長いな。うん、まあ、結構ねお腹もちょっとどうですか、お腹のすき具合は。まあ、食ってないからな、はい、バター以来か。そうだな。そうですね、バター以来。あ、でもクラッカー食ったから結構大丈夫だ。そうなの。結構持つんだな。結構ねなんかねあの有名な B 級グルメで美味しいなんかものがあるらしいんで。何、この辺にブロリー級グルメ、うん、ブロリー級グルメス、グルメス、いろいろ混ざってんのよ。じゃあこの後その B 級グルメが食えるってわけか。久しぶりに飯をがっつり食うか。そうですね。ナンパさんちゃんと食べてます？食べれてます？なんか体重落としたとかねえ。何食ってんだ普段。普段虫、虫なんか食うか。昨日何食べました？うん、昨日、はい、昨日はあのスーパーの、スーパー？ん？スーパーであの半額のやつを、あのお姉さんが半額、ちょっと時間帯によって半額のシール貼るじゃないか。お姉さんかは知らんけど。そのお姉さんが貼ってる、貼ってるところ横に並んで、うん、半額になるのを待って、あのホッケと、そんなもう張り待ちしてんの？ホッケと、あとなんか鶏肉みたいなの。ホッケと鶏肉食ったの？そう。昨日。そのお姉さん怖かったろうな。ずっと横で。でも時間になると貼れないし。貼るの待たれて。ずっと待ってるし、あいつ。なんだ。だってどうせなら半額で買った方が得じゃね？まあ、得じゃねえって言われてるんだ。いつもその弁当か、貴様スーパーとかで。そうだな。もう自炊は一切しない。自炊、あの一時あの、うん、ご飯あの炊いてたんだが、はいはい、食べ過ぎちゃうんだよ。あ、逆にか。めっちゃ太って、158センチなのに104キロまで増えちゃって。やば。すごいな。やば。すげえな。それで頑張って78キロまで落とした。え、どういうダイエットって。ナッパ。あ、そういうこと。ちょうどナッパに合わせたんだな、はい、それで。